差ですか。引き分けで、そうですね、っていうことで、まあ、多少ノゲイラの方が押してたと思うんですけど、マイクトラブルがあったようです。第7試合を行います。青コーナーよりベナート・パパル選手の入場です。さあ準決勝第2試合です。決勝戦に先をに駒を進めたのはダン・ヘンダーソンでした。残る1人は田村かババルか。ダメです。再現されています。元気いっぱいで飛び出してまいりましたブラジルのレナート・ババル。いや軽快ですね。いやババル第一試合に出場ですからね、今日一番休んだ選手ですよね。あ、それはあるでしょうね、大きいでしょうね、やっぱり、ね、しかも若いですね、24歳ですレナート・ババル。先ほどはイリューヒンミーシャを下しました。チェックを受けますレナート・ババル。相手は田村清。さあレスリングテクニックで田村を下すことができるかレナート・ババル。赤コーナー 180cm 88kg
キログラム、ビッグジャパン、田村ヒラーシー。いやー、その時間的なハンデと、はい、それからですね、体重ハンデが 20.5 キロですよ、差が。すごいですね。これ、嫌ですね。田村選手、気をつけたいのは、タックル入るときに、さっきもミーシャ戦で見せましたよね、タックル入り際を潰すパンチですね、あれ、気をつけた方がいいですよ、これだけ体重差があれば、一発で倒れますよ。開始です。金原さんも田村選手に一言お願いします。おっと、そうですね、頑張ってほしいですね、左ストレートがいいんで。今入りましたね、はい、左から右。組んでいいのか、田村、組んでいいのか。レナートババル、完全にパワーでやっぱりババルでしょう。そうですね、レスリングチャンピオン。おお、バック取りました。一瞬浮き上がりました。バックを取られた。危ないぞ、ダブラー。フェイスに手がかかっています。顔にかかった。危ない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 。ダブラー、体をねじります。あっとっとっと、左が入っていった、左が入っていった。金田さん、この体勢は。そうですね、首をちょっと気をつけないと危ないですね。首危ないですね、はい、危ないですね。これは潰していきますよ、バブラ、はい、今、足を伸ばしまして田村の足をポンと蹴りました。田村を伸ばされています。このあたりは完全な体力負けでしょう。先ほど試合を終えたばかり、そして今日の第一試合ですでに試合を終えているババル。ババルは首もですね、十字も両方狙いますから。危ない危ない、振り回されています。田村は振り回されています。ちょっと今同様の地味に入ってますんで、厳しいですね。ちょっとコントロールされている田村、はい、この同様の地は厳しいですね。まずこれ取らないと難しいですね、もちろんエスケープはあるんですけども、大きなマイナスポイントになってしまいます。アクション、アクション、そうです、固まっているだけではブレイクになってしまいます。先ほどノゲイラがいい見本を見せてくれました。厳しいですね。厳しいですね。まあ、エスケープ、まあ、大きなロスポイントというよりも負けになってしまいます。ロイスペイクはできません。したがってきつい体勢が続いています。田村清志、厳しいですね。これ金原さん、でもまだブレイクには至りませんかね。そうですね、まだレベリブシー、これはし今ようやくですね、はい、危なかったですね今。これ助かりましたね。ちょっと田村は鼻を気にしています。鼻落ちましたか。そんなことない、大丈夫ですね。さあ再開です。続行、ヒーロースレートから入ってきます。おお、カミラは打ち合った方がいいのか。ロック、ヒーローですね。あ、これいいですよね、はい、こういったのは田村、あ、田村カットしてますね、口のあたり。それが気になっていたようです。頭が当たりました。おおっと、膝、この膝危ない、この膝危ないですね。ガメ、いいですね、今の左側簡単に入りましたよ。左から右、今日でも田村さん、パンチのキレはいいですね。また来ました、また来ました。また潰しに来ますね。ちょっと足入れさせるのは良くないですね。完全にこのババルの方が体力的な有利を持っているようです。グランドコントロールはババルですよね。残っているパワーもババルのがあるそうです。無理に近づく、無理に近づく。足一本外して、足一本外して。抜けていくことができる。足一本外して、足一本外して。苦しいところです。ディフェンスになりました。カメラ体勢。わあ。サイドボディ狙い打っていきます。あと一本、もう一本ないですよ。一本ない。第一ラウンド、あと一本切っています。場内の電光掲示板であと40秒切りました。足間に一歩入れてって足。田村は決勝進出なるのか。非常に苦しい相手。
きつい相手を迎えています。しかしこのババル何でもできますね。打撃はいい、強いですね。いいですし、グランドコントロールもうまいし、このパンチも怖いですよね。1月15日あのプラットコーラーにノックアウト勝ちを収めています。アクション、またすごい起点が効きますよね。今ですね、パクサパワー、レスリングのテクニック持ってる、この打撃技もある、怖い、そして若さもある。1ラウンド目終了です。両者が分かれました。苦しいですね。これですね、割とあの3人のジャッジの皆さんは差をつけませんよね、今日の傾向として。そうですね、はい。ただ今のはどうでしょうね。若干振るならば、あえて言うならばババルですね。ババルの方ですかね、はい。さあ糸井さん、今あれ一言もおっしゃらなかったかもしれませんね。すいません。いやいやいや、どうでした。いや、いかがでした。喋れなかったね。なんて胴バサミみたいな、はい、あれだけ聞くの見たことないですね。自由全部言われてましたね。原田さん、やっぱりあのコントロールまではいかなくても主導権握られてましたよね、グラウンドで、ね、はい。ちょうど上唇のところちょっとカットしたようです。田村氏、第2ラウンド目、ここで挽回しないと田村決勝、おっと完全に足を払われてしまいました。田村さん、アキレスとかも来るからね。アキレスとかも来るよ。アキレスが、おアキレスですね。アキレス腱が止めてますけども立ち上がっている。田村あの先ほどの変動戦もそうだったんですけど、こう1ラウンドこう劣勢に追い込まれても2ラウンドからの回復がすごいんですよね、田村選手。膝十字来ますね、ババルが膝十字、はい。これブレイクないでしょ。ブレイク、ブレイク、危ない危ない。確かにこれはブレイクの方がいいでしょう。危なかったですね、余計な怪我をしてしまうところです。ババル体力まだ残ってます。力が強いでしょうね、ババル。カード上げて十分に休業も取りました。第1試合ですから、そして田村は第4試合です。その感覚の違いが出てるかもしれません。そして元々の大きさの違い、サイズの違いもあります。20キロ差、20キロ差は随分違います。いやー、これが20キロの差か。カーマオブラスト、オブラスト、ピザ呼ばれましたね、今の坂くん動きしたんですよね。ダークダードカメラが決めるとしたらこれでしょうね。一瞬のサブミッション。そうですね、はい。すごい音がしました。あとこれ、鎖骨でしょ。鎖骨のあたりですか、今。そうですね。ね、これ鎖骨ですよね。そうか。パンチを受けるわけだ。ねえ。グローブしてますから大きな音は出るんですけども、それにしても。嫌な音です。まあ、体に鉄槌ですね。あれ、カメラさん今足引っ掛けたんですか。そうですね、ババルがあの立とうとしたところをうまく引っ掛けましたね。なるほど、はい。さあ田村は何かここから、おお、右ショートのストレート、いい体勢に持っていくことができますでしょうか。立ち上がります。田村は一瞬のチャンスを狙います。この先ほどと一緒ですね。あのパンチ打てるときはもうパンチガンガン打てた方がいいですね。うわー、来た。鎖骨狙い打ち。これ相手の足を打ってあの鎖骨、うわーと、これやっぱ効くわけですね。効きますよ、あの腕が締めてきますね。しかも弱いですからね、この骨が。場合によって折れる可能性もありますね。ですよね、はい。非常に危ない攻撃を見せます、レナート・ババル。おお、来ました。いや、このあの大会に入る前ですね、あの浅草キッドの博士があのジムでね、会ったと言ってましたけども、はい、すごい練習したと、それうなずけますよね。直前でもしっかりと体を作ったんでしょう。
田村選手も何回もパスカートを落としてるんですけどね、全く行かせてもらえないですね。これは硬い硬い門でありますこの扉、あるいは膝掛け、膝ですか、このまま腹前だった方がいい、アキレス腱ですね、アキレス腱です、なるほどなるほど、アキレス腱ですか、一瞬膝が高めたと思いましたけれども、足狙い、アクション、危ない、膝取られてる、危ない危ない、いや危ない、何をしてた、何起こってんだ、今顔をかきむしったのか、川さん足首だと思う、足首だと思う、時間過ぎてます、グローブを使うもんでしょうね、ババルが、あグローブの足首だ、足アンクルホール、足首が止め、いやババルの表情は川さん、川さん、右足を、足を押さえて、表情回りきったらいいんですけどね、川さん、今出てくるから50秒切ります、残り50秒切ってます、これでこれ回転したか、そう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 、あ逆に来られる、あ逆に足を取られています、ここでチャンスが生まれるか、チャンス生まれるか、待って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 、そうそうそう、バックバックバック、もう一回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 、時間ないよ時間ないよ、また同じ格好です、さあお返しです、行かないよ、あそいてあそいて、離れた離れた、はい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 、はい、残念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 、これ田村選手一気に攻めた方がいいですね、あーちょっと膝が取れました、攻めた方がいいですよ、おーっと危ない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 、残り5秒、2ラウンド目は田村よく攻めています、どうですか、ジャッジの判定ですね、しばらくお待ちください、またなんか同じようなパターンなんですよね、1ラウンド相手で2ラウンド田村選手っていう、はい、1ラウンド2ラウンド分け合ったのか、あるいは違う結果が出てくるのか、これはまだもう1ラウンド延長があります、わーしんどそうです、ただの田村選手の方が寒い人の仕掛けが多かったですからね、そこがどう評価されるかですね、これ糸井さん痛そうだったんですよね、鎖骨もう疲れ切ってますね、糸井さんもしかしてだから試合してるような気がしますよね、田村選手の表情とよく似てますよ、はい、発表です、ジャッジジョン・クルーニング19対20レナート・ババル、おジャッジ藤原19対19ドロー、ジャッジ太田明20対20ドロー、あー田村敗れました、2対0でレナート・ババル選手の勝ちとなります、田村決勝進出ならず、リングス勢全滅です、トーナメント決勝戦に進出いたします、この1対0っていうのはすごい悔しいと思いますよ ね、確か金原さんもそうだったですよね、シーズンって本当に僅差ですからね、まあ、ボクシングでは1対0というのはないんですけども、はい、いやこれはルールです、これでレナート・ババル決勝進出、相手はダン・ヘンダーソン、ブラジル対アメリカという構図になりました、いやそれにしてもですよ、この組み合わせちょっと予想できなかったですね、いや控え室でちょっと冗談では言ってたんですよ、こういう無名の人同士というか今までの歴史のない、田村控え室に下がっていきます、もったいないです ねこれはもったいない、いやでもこのルールスタイルだとこういうのってあるんですよね、可能性的に大きく、ちょっともう味方がちょっと違うだけで 1-0 ってなりますからね、1点差っていうのもこれがインターナショナルってことなんじゃないですか、前田さんの難しいですね、いや本当にそうですね、あ田村選手はこのままインタビューに答えるようですね、これもしかしたらこのまま聞けるんでしょうかね、今日の待てはいい、今日の場内は今休憩に再び入りました、日本武道館から生中継で、全国の皆様にお届けしています、これあるいはそのまま田村選手のコメントが取れそうですね、取れそうだったらあそのまま聞いてみたいと思います、田村、はい、お疲れ、あすみません、ちょっと広がるんだよ、野田さんですね、今声をかけました、グローブ外せ、グローブ
いや前田さんじゃないですかね。前田さんじゃないですか。あ、そうですか。失礼しました。あ、はい、試合をやられていかがですか。こういう僅差の判定本当に悔しいでしょうね。なんか負けてるんですけど、なんか負けたような気がしないというか、スタミナ的にはちょっと温存、最後の試合はなんとも、まだ多少 の、 あの体力はあるんですけど、やっぱり負けたんで、ババル選手の方がやっぱり、頭一つ出てたっていうことなんで、あ、あといいよ、はい、なんかすごい、2回攻めはすごいリラックスでできたのが、逆にマイナスだったのかなと思ったり、ヘンゾー選手とやった時の方がやっぱりプライドをすごい、なんか曲げられないって気がお互いあって、2試合目は、負けは負けなんですけど、なんか、ちょっと悔しくもないし、なんとも言えないですね。自分なら延長っていうような、いやいや、延長はもう多分押されてましたし、タックルも取られましたから多分ないなとは思ってたんですけど、やっぱりこういうトーナメントでは精神的にも肉体的にも両方混ざってないといけないと思うんで、自分は肉体的にはまだまだ全然大丈夫だったんですけど、その精神的にやっぱり気が向こうより負けてたと思うんで、不思議な感覚ですね。正直1回戦ヘンゾとやって首取られて、水と首取られて、タップしようかと思ったんですけど、タップした自分が一人いて、ここで負けちゃダメだよっていうなんかみんなの声援とかが聞こえて、本当は自分の気持ちの中ではタップしてたんですけど、なんかみんなの声援の後押しで、1回戦こそ本当に気持ち的には、自分の負けだと思ったんですけど、まあ、肉体的についていって、で2回戦は肉体は全然大丈夫だったんですけど、精神的の方が劣ってたと思うんで、すごい なんか複雑、初めて経験する、気持ちですね。入場の時は UWF の手を挙げてたんですけど、はい、どうして、いや、まあどうしてっていうか、僕を長年追っかけてくれてたらそれは分かると思うんで、理由は、まあ、特にはないです。UWF を背負うみたいな。